前回お話したのはアメリカという国がどんな風にして闇に乗っ取られて、そしてナチスの支配にどんどん変わっていったかということを主眼において説明するための歴史年表だったんですね。トルーマン大統領の時にペーパークリップ作戦でドイツの優秀な科学者をアメリカに呼び込んできて、で結局これがナチスが根を張る、まあ、発端になったということですね。で、今回は、このハイジャンプ作戦っていうね、ここから、ということですね。はい。じゃあちょっとそこから見てみましょう。ハイジャンプ作戦ですね。で、これは1946年から47年にかけて、アメリカ海軍が行った大規模な南極観測プロジェクト。まあ、名目は南極観測プロジェクトなんだけど、実際は全然そうじゃなくて、南極にナチスが基地作ってるっていうんで、それをまあ、見に行ったっていうか、様子探りに行ったっていうかね。そしたら逆に逆襲からでボコボコンされたっていう、そういう事件ですね。で、次にこれやりますね。ワシントンの UFO 乱舞事件っていうのが実はですね、1952年の7月29日と、まあ、27日ですね、の日に、首都ワシントン DC 及びその周辺で起きた UFO 騒動だっていうことで、実際にこれ画像あります。これここ開けていただいたら、これ画像で、動画で見れます。ちょっとこのハイジャンプ事件と UFO、ワシントンの UFO 乱舞事件ですね。ここのところをですね、コーリー・グッドがね、非常に面白いことを言ってるんですね。コズミックディスクロージャー離脱の始まり、シーズン2エピソード4。南極にはとても巨大な軍事基地がありました。そこで国防総省は、バード提督の指揮する巨大艦隊を送ることにしました。これがハイジャンプ作戦と呼ばれている。水中や南極本土から高度先進の飛行機、まあ、UFO ですね、が現れて、アメリカの飛行機を撃墜して大損害を与えました。だからもう確実にまあそういったまあ UFO っていうのはもう存在しているということですね。政府はペーパークリップのドイツ人科学者に接触して尋ねたんです。何人かが白状しました。このグループ、南極に秘密基地を作っているグループね、こと知ってますよ。ペーパークリップの科学者が言った。で、ね、アメリカの諜報機関と政府は、じゃあ我々をそのグループ、南極の秘密基地持ってるグループにコンタクトさせることができるか。で、そしてトルーマンと離脱文明のグループのミーティングが手配された。で、その離脱グループは大量の要求をしてきました。トルーマンはその要求が気に入らなかった。で、そこで南極にいるドイツの離脱文明のグループはアメリカを襲撃してきた。さっきのワシントン DC の上空の UFO 乱舞事件ですね。ありました。あれが彼らの表明で、私たちに従え。協定を結べと。でなければ、公に襲撃するぞ。それだけは避けたいだろう。というのが彼らのメッセージだった。で、結果どうなったかっていうと、ドイツ離脱文明のグループはアメリカに来ることになりました。で、第二次中東戦争っていうのは、まあ、スエズ動乱とかも言う、とも言うようなものなんですけれども、まあ、ここに書かれている通りです。1956年の10月から同年11月6日にかけて勃発した中東戦争だと。で、この戦争はエジプトによるスエズ運河の国有化宣言によって始まったんですね。イスラエル、イギリス、フランスが3国が密約を結んでエジプトに侵攻したことで始まった。戦争の結果、エジプトはスエズ運河の国有化を確定させてしまったということで、非常に、まあ、うまくやった。エジプトがね、うまくやったということなんですね。ちょっとこのね、第二次中東戦争のこの、まあ、スエズ運河の国有化っていうのは、まあ、歴史的な経緯からちょっと少し詳しく説明しますね。というのは、この関連でね、ムスリム同胞団が出てくるんですよ。で、ムスリム同胞団ってもう現代にまでつながってくるんですね、この組織は。だって今、イスラエルとハマスを戦争してるけど、ハマスっていうのはムスリム同胞団のパレスチナ支部みたいなもんですよね。ムスリム同胞団とナチスっていうね、記事なんですね。ムスリム同胞団は1928年、アドルフ・ヒトラーと彼のナチスの構想を熱烈に称賛していたハッサン・アルパンナ、この人ですね、によって結成された。創設者のハッサン・アルパンナですね。この男は、ヒトラーに執拗に手紙を送って、ナチス党とムスリム同胞団の協力を希望していることを伝えていた。で、ナチスとムスリム同胞団は第二次世界大戦につながる同盟国となったということで、これは本当です。このホームページをね、開けていただくと、
あのムスリム同胞団の幹部とナチスの人間が一緒に写ってる写真が何枚も出てきます。まあ間違いないことですけど、ムスリム同胞団っていうのは基本的にアラブナチスなんですね。あアラブ人の民族のところ全部まとめてね、あそこにイスラムファシスト国家を作るっていうのが彼らの目標なんですね。アルバンナは殺されます。殺されてムスリム同胞団はエジプトを追放されます。このアルバンナがなぜ殺されたかっていうようなことは次の桜井ジャーナルがもうちょっと詳しく説明しています。ムスリム同胞団はハッサン・アルバンナによって創設されたが、イギリスの諜報機関 MI6 によって組織された。ムスリム同胞団がどういう組織か、テロ組織なんだけど、完全にあのイギリス・アメリカの情報機関が作った、まあ、コマということが非常によくわかる。そこに資金提供をしてきて組織を育てていたのがサウジアラビアということもわかると思う、ね、これあのこの歴史ってここを知っとかないと後のことがわからないわけです。このサウジアラビアのテロリストアラブナチスからものすごく有名な人物が出てくるんです。それがオサマ・ビン・ラディン。